こんにちは、園長寺です。今日は久しぶりにネットで買ったキャンプ道具をちょっと紹介しようかなと思います。今回届いたのはこちらです。ちょっと早速開けてみたいと思います。一般的に売られているロックアイスですね。セブンイレブンで 1.1 キロって書いてあります。どのくらい入るんですか。ちょっと洗ってきます。それではこの約どのくらい入るか入れてみたいと思います。楽勝で入りましたね。もう一個ぐらい、これで半分ぐらいなんで2個ぐらい入りそう。もう一個入れてみます。さすがに2袋は入らない。さすがに2袋は入らないけど、ほぼ2袋入りました。じゃあちょっと検証します。今回買ったキャンプ道具、ゴールデンウィークだんだん暖かくなってきてですね、冷たいキャンプでも冷たい飲み物を飲む、一つ楽しみがあると思うんですけど、それ用に買ったのはこのイエティのジャグですね。はい、でちょっとこう、はい、ステッカー貼りまして、ちょっとかっこよく貼ったりとかしてみました。で、氷を入れて、6日ですね、先週の日曜日に氷を入れて、今日が土曜日なので、約1週間経っております。ほとんども水になってしまってるんですけど、まだ若干氷が残ってますね。お見せしようか、せっかくなので。わかりますか、ちょっとだけ氷が残ってます。すごいですよね。ということで今日はご紹介したのはこのイエティのジャグでした。イエティのジャグ、そうですね、ステンレスジャグでした。これからどんどん高くなってきて、さらにですね、冷たい飲み物たくさん持っていくと思うんですけど、氷だけを別に持っていくことでクーラーボックスも また広く使えるようになるし、もっと言えばジュースとか麦茶なんかも、常温で出しといても、氷があれば冷たく
飲むこともできる思います。非常に便利なのでおすすめです。今回ご紹介したのは、イエティのダブルウォールステンレスジャグで、このサイズは、1ガロンのサイズです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回動画でもよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。